こんにちは、ホタルグサです。今日はティップフラワーで梅の花ですね、紅白の、縁起のいい感じのね、お正月に向けて、作っておこうかなと思いまして、28番白地ワイヤーですね、こちらを用意していただいて、1センチゲージです。こちらに間2回のねじり巻きで、5枚のね花びらを作っていきます。各色それぞれですね、7、8個作ったっていう感じですかね。この辺の数はね少し、前後していただいてもいいかなと思います。1個目の輪っかを引っ掛けてねじって留めて、真ん中の輪っかはね使うのでしっかりめに広げておきましょう。で少しねお花の形先端部分の少しだけね、平べったくするような感じで、あとはこのね、開き具合はその花々によってねちょっともう少しね、閉じた形にしていただいたりとかね、表情を変えていただいて、あとは30番ね少し細いワイヤーです。こちらの 5mm のゲージスティックですね。なければね竹ひごなどを使ってねちょっとやってみてください。額を作っていきます。こちらも間2回のねじり巻きで、5つの輪っかですね、5個分の、額を作っていきます。またね1個目の輪っかを引っ掛けてねじって留めると、でこれ、ね、1本からだいたい2つ額は作れるかなと、思います。ワイヤーですね、大事に使っていきましょう。でこちらはね少し広げて、先端ちょっと尖らせるかなという感じで、尖らせてからで、下側を少しね広げていくっていう感じなんですが、もう丸やっとこなどねちょっと使っていただいて、手でやるのはちょっとね、大変ですね、細かい作業になるので。でこれね、ディップすると多少ねお隣さん同士がねくっついちゃうこともあるんですが、その辺はねいいかなと思います。で真ん中もしっかり広げてね、こんな感じで通るように後々ね、なるので、使い時にね、困らないように広げておきましょう。で28番ですね、もう一度戻ります。28番で今度は 9mm のゲージスティックのところで3回巻きつけてつぼみを作っていきます。ねじってから片方をゲージの溝に通してくるくると巻いて留めていきます。で片方ワイヤーカットしてしまって、先端を少し決めるために、一番頂点のところですね、そこを今切ったワイヤーでそのまま一周くるっと巻いてからね、ねじって留めます。でねじりを残してカットして、ねじった部分内側に入れてしまいます。あとはねまん丸な形に、広げていくっていう感じですね。ワイヤーを、均等になるように少し、広げていってあげると、こんな感じですかね。これは各2、3個作っていただければ、赤と白ですね、いいかなと思います。失敗分もね含めてちょっと多めに作っておくといいかなと。で100円ショップで購入したね、容器、陶器のね容器と、あとは18番、ちょっとね今回太めです。これをこちらはね、5、6本、出していただいて、半分のところでねじっていきます。力作業です。はい、で、下の部分少し輪っか広げてあるのは安定性のためですね。で約2本2本ずつぐらいでね、こんな感じに枝を出していきます。もうこの辺はねお好みです。枝を何本出すのかっていうので、ちょっとね、取るワイヤーを変えていただければいいかなと。足りなければね後からワイヤー継ぎ足して、伸ばしたり増やしたり、枝の数ね、やってみてください。で、茶色とねフラワーテープで一応それぞれのねこの2本2本を巻き留めました。下から上ね巻いていくといいかなと思いますが、この辺もね、茶色ではなくても別にこの後ねポスターカラーで塗ってしまうので、緑のねフラワーテープでも問題ありません。で紙粘土ですね、あと容器にね少し木工用接着剤を流し入れて、粘土とねくっつきやすいようにしておきました。でちょっと、ね、大量に必要で、容器のだいたいね7、8分目まで、粘土で埋めるっていう感じと、あとは今回ね、幹の方にもこんな感じでがっつり、紙粘土をつけまして、幹と枝を少しね、太らせるというか、表情をねつけていくんで、この辺もねもしね取れやすいんで接着剤とかをちょっとね、先に塗っておけばよかったかなというのも後になって思ったんですが、最終的にニスを塗るんで、多少ね少し、お花巻きつける時にちょっとねやばいんでポロポロしやすいんですけれども、
なんとかねニスを塗れば問題ないかなという感じには仕上がっております。はい、でもこの辺はね表情付けなのであえてちょっとデコボコさせると、あんまりつるっとしてるとね木の感じがないのでボコボコしたままでもね良かったりとかします。結構ね、何回か、色を塗るのでちょっとね大きめにデコボコさせて、であとはこれでね、粘土で埋めました。今回白は、スノーホワイトですね。で先ほども言ったようにこんな感じでちょっとねつぼみから開きかけたものと、まあ、開き切った花とかね少しこの花の、開き具合ですね変えてあげるとより自然かなと思います。で、まあ、こんな感じでねディップしてメラミンスポンジに立てて乾燥させていきます。で赤をねチェリーレッドにしようかちょっと迷ったんですけど普通にねレッドでディップしていきます。つぼみはこんな感じでね、かぶせ付けなので別ワイヤーを用意していただいて、で1回だとちょっと薄いなと思ったらこんな感じで2回膜に通すようなね感じでもいいかなと思います。でお花も同じようにね、赤で、レッドでそのままディップしていきます。で額なんですけれどもホットピンクにスノーホワイトがちょっと混ぜた、調合液で、ディップしていますが、なければそのままねレッドで、ディップしてもいいのかなと、まあ、思いますが、少しねこんな感じで、より本物に近づけてみました。で乾いたらすべてねストレンスナーをつけて、やっておきましょう。強化ですね。で黄色のスダマペップがちょっと残りが少なかったので、白い本当は白いねスダマペップだったんですけど、こんな感じで、黄色のねプラモデル用塗料につけまして、少しティッシュでね、つきすぎた分を落として、このあとね、もう反対側もやってバラバラにしてねちょっと乾燥をさせました。紙とかの上だとちょっとくっついてしまう可能性があるので、まあ、うまいこと、乾燥をさせました。結構ねちょっとくっつきそうで大変だったんですけれども、な感じですね。普通に黄色のスダマペップを買いましょうその方が早いですね。はい、で、4本をひとまとめに28番ワイヤーをね4等分ぐらいした、長さですかね、まあ、適当に長さ切っていただいて4本ですね。こんな感じでこれを半分に、少しね少ないかなと思うのでもう少しねこのペップの数は増やしていただいてもいいです。で1本でこうねじって留めるんですが、これだと取れやすいので木工用接着剤をねこう根元の今巻き留めたところですね、につけて、一体化させて乾燥をさせておきます。はい、こんな感じですね。これをお花の分だけね用意しておいてください。で乾いたら目打ちで穴を開けていきます。お花と額としっかり開けておきましょう。でお花のね、ワイヤーはカットしてしまって、先ほど作ったねペップの、ものを通して留めていくんですが、これだけだとまだねグラグラしてるのでちょっとこの針に合わせる感じで、接着剤を間にちょっと流し入れて額と花との間ですね、でペップの高さをちょっと決めつつ下でねじって留めて、さらにね、今回は茶色の、フラワーテープでそのまま下の部分巻いていきます。はい、こんな感じですね。先ほどね、茶色で塗りますよということでアクリルワッシュとかポスターカラーとかちょっとね今回ポスターカラーがなくなってたので家にあった、適当な茶色の絵の具で塗りました。でこれでつぼみを一番上の方にして、あとはお花ですね、下にお花っていう感じで、あとはバランスよくね私のねバランス感覚があんまり良くないので、あれかもしれないんですが、皆さんのねセンスで飾っていて、何回かくるくると巻いたらね、余分なワイヤーカットして、最終的にはねちょっと接着剤を、つけて留めておいてあげてください。取れやすいのでねこういったもの、なのでワイヤーカットしたら接着剤をつけるといった感じです。で今ちょっとこれ色がないんですが、水性ニスのウォールナットという色と、あとはナチュラルモスマットのグリーンですね、で、塗りました。ウォールナットで、色は水性ニスでね塗っておきまして、乾いてからですねこの今からモスマットを貼っていきます。まずはね大まかに、サイズの確認をしましょう。カットして
で真ん中部分今回幹が太いのでちょっとその分開けておきます。この辺も、なんとなくで、やるのでこんな感じでだいたいねどっかしら白いとこが見えます。このね白い紙粘土隠しのためにね、やるので別にね、砂利とかでもいいです。で接着剤を全体的に流し入れてちゃんとね、貼り付くようにしておきます。はい、こんな感じですね。はい、で貼り付けるとだいたいこういう隙間がね白く見えますので、そういったところはこの切れ端などをねうまく使っていただいて、下の部分のねこのスポンジはね余分だったりするのでカットして、あとはこんな感じで詰め込んで上からね、ツンツンと押さえつけて、継ぎ目をねってなるべくわからないように隠していきます。そんな感じでね全体的にモスマットを貼って完成となります。今回ね、紅白の梅の花作ってみました。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければねチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。